B ランスの B ランスってなんだ。ほい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。んで、次行くとこどこ。別に何か書いてあるわけではないのか。じゃあちょっと街の中をうろうろと。昔はシルバーさんっていう東道親分のライバルがおってな、その人がここの東半分を治めとったが、どうも殺されちまったらしいべ。え、マジで。ほいだらその後を継いで家出すってやろうが、東道親分難癖をつけてきてな、シルバーさんをやったやらないで大騒ぎ。うちの東道親分と揉めてるんだべ。なんか大変そうやね、そういうの。問題がいろいろと。東道親分すまねえ、脱がしてまったべ。敵の逃げ足が早かったんだ。かあ、まったく腹が立つの。毎日うっとうしい奴らじゃ。東道親分、トドってことか。ん？え、二人ともでかいな。おう、いつどもに入ってきた。お前どこの組のもんだべ。ポーラパークを仕切る東道親分の前で妙な真似をすんじゃねえぞ。なんもしねえわ。やめんか、イエタスの手下に見えん。肩着にすごむんじゃねえ。めっちゃ唾飛んでますけど。ん？その姿はまさか。親分、いかがされたべ？恩師はアユナじゃな。ルキアに会いに来たんか。てかさ、普通に考えてさ、妙な真似すんじゃねえ。っていうか、このモンスターだらけの中で人間っていうところに反応しないのかい。残念じゃが、ルキアはここにはおらん。隣の、なんだ、黒鋼の監獄島へ行ってしまったわい。ルキアはわしの無二の親友。恩師が来たら後を追うよう伝えてくれと言われておった。だが、ルキアが去った後、黒鋼の監獄島への移動装置が使えなくなってしまっての、なんとかしたかったんじゃが、わしらも今大きな問題を抱えておるんじゃ。黒鋼であったんかな、そこが気になる。そうじゃ。恩師、わしらの問題を解決するのに手を貸してくれんか？今、わしらは東ポーラパークのイエタスと激しく抗争しておってな。こんな争いは早く終わらせたいと、恩師からイエタスに伝えてきてくれんか。あー、なんか組同士の争いに巻き込まれる。イエタスもルキアの世話になっとる。恩師が間に入れば争いは収まるはずじゃ。この通り、頼む。東ポーラパークに行って、イエタスに抗争はしまいじゃと伝えてくれ。ところで、恩師はまだ水中を進めるモンスターライドを身につけてないじゃろう。ああ、ないないない。今、東ポーラパークへ行くには、湖の中にある水中トンネルを抜ける以外道がなくての、今ってどういうこと？陸上の通路が塞がれたってことかな。東ポーラパークに行く前に、南西のモノリスで水中ライドを身につけてきてほしいんじゃ。なるほど。モノリスを守る手下に話は伝えておく。頼んだけ、アユナ。モノリス。なんだあれか。全部がウッドパークにあるわけじゃないのか。あるというか、全部ウッドパークで住むわけじゃないんやね。東道親分が首から下げているのはポーラパークを仕切る長の証だべ。昔、東と西で喧嘩していた時、仲直りの証としてルキアからもらっただ。東の奴らも根は悪い奴じゃねえ。本当は争いたくなんかないべよ。なるほど。やられたらやり返すのが東道組だべ。だけどここは我慢しないと。東道親分が我慢してるのに、子分のあしらが勝手はできないべよ。あんなに可愛いのに、そういう喧嘩っ早い一面があるのか。どこ？普通に外に出たらいいんかな。ちょっとお邪魔だよ。こっから、こっち多分来た方向の出口。出口3箇所もあるけんね。んで？あ、あっこにネクストある。ってことはこっちから。ああ、ぶつかった。体力とマジックポイントを抑えめで、アイナたちは逃げ出した。なるべく使わないよう、魔導の力を手に入れた。また魔導の力。こっちでいいんかな？こっち？違うよね。え、別の方向だよね。ちょっと待って。迷子になるー。は。え、こっちじゃなくてどこだ？こっちか。あ、なるほどね。道が二手に分かれとんや。もう全然普通に違うところに行くところだったよ。イェーイ、第一の力ゲットー。
めっちゃかわしていく。だって多分また試験あるんやろ？また試験があって多分いっぱい戦いがあると思うけん、ちょっとその辺節約を。これってしたって。親分から話は聞いてるべ。なるほど、ここはモンスターマスターのためにあったんか。いやー、わしはよくわからんまま親分にここを守るよう言われてたんだべ。そんだけ？エモン入っていいの？てかちょっと待って、ここルーラポイントあるね。ルーラポイントを起動します。ルーラの行き先に頭骨の表現モノリス前が追加された。よし、これでいつでもここに来れる。って言ってもクリアした後に来る必要があるのかは謎やけど。ん？モノリス、バーチャルコロシアムで繋がっている空間転移装置。なんかいっぱいある。光学的の歪みに隠された対象物を確認。対象の位置を波マップに記録します。こんだけ？とりあえずなんか、あったあった。中身は？ステルスボックスから魔法使いの記録全編を手に入れた。全編、後編もあるんだな。これなんかの巨大な生物の頭の中？てか口の中？歯が生えとった。こちらはモンスターマスター専用施設、バーチャルコロシアムです。お、まだ来てなかったんか。これより、あなたの施設利用権について確認をさせていただきます。アイナ様の情報を確認。登録データと照合完了しました。登録番号976374。ようこそアイナ様。今回アイナ様には B ランクをご案内させていただきます。B ランクに合格されたモンスターマスターが獲得できる力は水中ライド。なんかアナウンサーになった気分読みよって。これは水に潜れるモンスターに乗り水中を進むための力となります。行動範囲を広げて冒険の足がかりとなるこの力のために、ぜひご参加ください。すげえな、何、あっこう泳いでいくん。ライドの獲得は戦闘による試験で判定します。奥の扉へとお進みください。何をどう判定しようかよくわからんけど、強いものじゃないと水中ライドを使う資格はないということか。もう全然水中ライド関係なく泳ぎよるけど。おーし。頼もう。B ランスってなんだ。B ランクのライセンス試験を開始します。参加の意思は終わりですか？ほい。では、試験を開始いたします。頑張ってください、アイナ様。頑張ります。試験の前に、ラクマモンスターのコンディションを回復いたします。あ、回復してくれるんやん。全然戦ってよかったわ。ラクマモンスターの HP と MP が全回復した。では、これより、B ランクのライセンス試験を開始いたします。よし。お。あ、でも、右2匹は弱いんじゃない？腐った死体はちょっと強そうやけど、アンデッドガーデンでね、結構その辺はレベル上げとかでもお世話になったよ。あのなんかこの今仲間パーティーに入ってるリザードマンやっけ、この子は動画じゃないとこでまあ捕まえてきました。結構ね、今まで行ったとこで捕まえてないモンスターとかいっぱいおったんよね。まあ、ストーリーをどんどん進めていっているから捕まえれてないのがすごく多かったんだけれども、ゴーストがすぐに死なない。てか毒食らってんですけど大丈夫？って思ったんやけど、命令スカウト道具使えんのやねん。あれ、前の C ランク？ C ランクの試験の時もそうやったっけ。困る。回復できんのきついな。お見事です、アイナ様。続けて2戦目を開始いたします。え、強そう。てか、プチアーノン可愛いんだけど、あれプチアーノンでしょ？うわ、超可愛い。いいな、いいな。いいな、いいな。アイアンタートルとか多分本編出てきてないよね、まだ。ベホイミ。プチアーノンが回復役か。てか、こういうのね、お、弱っ。こういうのね、なんか、相手とか、どんどん変わっていくやん。相手が変わっていって、で、私の方は変わらんわけやろ？これってさ、なんか体力的とか、マジックポイント的にさ、すごい不利じゃない？こっち毎回中途半端な、毎回っていうか、最初以外は、
体力減った状態とかマジックポイント減った状態とかで挑むことになるんじゃないの？違うの？間間で回復をしてくれなくっちゃね、万全の状態で。へい、次は2戦目の勝利おめでとうございます。いよいよ次で最後となります。油断されることなく最後までご検討くださいませ。は、え、なに、ダイオウイカ？強そうなんですけど。わー、ダイオウイカだ。これは大丈夫なのか？ほら、マジックポイントとか全然減ってるし。ダメじゃないか、それじゃあ。でも、あれ？ヒットポイント回復してる、気のせいかな。よく見てなかったや。私、ダイオウイカはね、昔あった、イルとルカの、丸太島のやつ。あれで結構重宝して使いよったよ。なんか地下水道みたいなとこにおらんかったっけ？あれ、それ別のやつやったっけな。なんかボス的な感じでおって、可愛いって思って結構重宝しとったけど、リアルな感じの絵になったらちょっと不気味なもんやね。お、一気に。もうあとダイオウイカだけだ。イエーイ。みんな頑張ってくれ。いい感じだよ。コンボとか。こういう敵は大抵ね、全体攻撃をしてくるから。全然大丈夫だ。力弱い。ダイオウイカ弱い。これはやったね。ありがとう。経験値2000やば。でもレベルは上がらない。はい、ということで。じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。